平成28年3月22日、阿蘇市黒川に YMCA 黒川保育園の新しい園舎が出来上がり、剣道式と竣工式が行われました。剣道式と竣工式は、新しく完成した YMCA 黒川保育園であり、まず礼拝が行われ、賛美歌を歌い、日本福音ルーテル教会桑水教会の住本博士牧師が祝祷を述べました。続いて竣工式に移り、社会福祉法人熊本 YMCA 福祉会の岡成也理事長が、皆様のご期待に添えるような保育園にしたいと挨拶しました。そして工事関係者らに感謝状が送られた後、佐藤市長が祝辞を述べ、保育園児たちがありがとうの花を歌い、風船を青空に飛ばして YMCA 黒川保育園の竣工を祝いました。 YMCA 黒川保育園の新築は、これまでの園舎が古く老朽化したために新築移転したもので、4月からは定員120人の保育園としてスタートします。また黒川保育園では、現在県に保育所型認定こども園の申請をしているということです。